か。はい。生まれてくる前に、私たちはシナリオを決めて生まれてくると言われています。それが、青写真、ブループリントって言います。はい。で、これヒーリングマンダラアートの中で、フラワーオブライフというものを書くんですね。その時に、ブループリントを読み解くというワークがあります。それで、いろんなね、自分の、いろいろワークがあるんですけど、そこで、読み解く。